グロービス学び放題。皆さんこんにちは、グロービスの君島です。今回ご紹介するのはこちら、竹石恵美子、高崎美佐、女性のキャリア支援です。この本は私の恩師の最近のご著書です。恩師の竹石先生は法政大学のキャリアデザイン研究科で教えておられ、女性労働やワークライフバランスの著名な研究者でいらっしゃいます。私は管理職として働きつつ4人の子供を育てています。この生活を始めた当初、つまり最初の子供を産んでからしばらくですね。で、私はなんでこんなに大変なのか、どうしてこんなに毎日忙しいのか、よっぽど自分が能率が悪いのかと悩む生活を送っていました。そのうちに、これは日本の企業の人事のあり方や会社と社員の関係性自体が女性の労働に非常に不利なんじゃないかという疑問を持って、竹石先生の研究室の門を叩きました。そこで学んだことがまさにこの一冊に凝縮されています。